マイネルアワグラスは日本の競争馬。馬名はカンムリメースなど計。サラブレッドクラブラフィアンの出資馬であり、募集価格は2800万円。2006年9月24日、中山競馬の2歳新馬戦でデビュー。騎手は柴田義富で2番人気であったが9着と敗れた。続く2戦は3着、2着と敗れたが、12月24日の2歳。 未勝利戦でようやく初勝利を挙げた。しかし、その後も伸び悩み、2勝目は、翌2007年5月19日の500万、下条件戦まで待たねばならなかった。2007年7月11日、大井競馬場でのジャパンダートダービーに出走。中央、地方を含めた、重賞初挑戦であったが、振り大祖の4着と敗れた。その年の秋の赤。 富士特別、北総ステークスと、準オープン競争を連勝して、自力アップの気配が見え始める。2008年10月4日、シリウスステークス議員に、出走、高営愛知県競馬組合所属の吉田実を、安城に迎え、6番人気ながら、最後の直線で鋭く伸び、1番人気の、ワンダースピードを頭さ抑えて、重賞初勝利を飾った。続く、 ブラジルカップでは一番人気に支持され、中段から直線で伸び、西のナースコールなどの追撃を振り切ってに連勝した。続く、ベテルギウスステークスでは、人気通りの3着と、構想した。明け後最初戦は2009年1月4日の、門松ステークスに出走、直線で先頭に立つもダークメッセージとの競り合いに、敗れ2着になった。 続く1月25日の平安ステークスギーでは6着だった。続くダイオライト記念ではフリーオーソの4馬審査の2着に敗れた。その後休養を挟んで第21回ブリーダーズゴールドカップに出走したが人気通りの5着に敗れた。その後連覇がかかったブラジルカップに出走したが3着に終わった。続くベテルギウスステークスでは 後方から追い上げるも6着に終わった。続く、名古屋グランプリでは、マコトスパルビエロの3着に入った。明け6歳初戦は2010年1月27日の川崎記念だったが、バーミリアンの5着に終わった。続く、アルデバランステークスでは、後方から追い込んで3着に入った。続く、ダイオライト記念では、不サイセブンのニバシンハンサの二着に敗れた。その後、 新馬戦以来の芝のレースとなった日経賞では見せ場なく9着に敗れた。一息入れて8月12日のブリーダーズゴールドカップに出走、中段から徐々にポジションを上げ4コーナーで一旦先頭に立つも直線でシルクメビウス金引きに交わされ3着となった。10月2日のシリウスステークスでは中段後方から追い上げるも5着。 10月24日のブラジルカップでは一番人気に支持されたが、後方追走のまま10着、ベテルギウスステークスでは、後方から追い上げるも5着、12月23日の名古屋グランプリでは一番人気に支持されたが4着と、惨敗が続いた。明け7歳初戦は2011年2月11日の佐賀記念後方追走も見せ場なく7着。 続く4月10日のマーチステークスでは12着と惨敗が続いていたが5月8日のブリリアントステークスでは10番人気であったが菊のアポロの3着に入った5月22日の東海ステークスでは見せ場なく13着その後休養を挟んでステイヤーズステークスに出走したが10着と惨敗12月23日の名古屋グランプリでは 中段から追い込んで3着に入った。明け8歳初戦は2012年1月25日の川崎記念、中段から追い上げるも4着に敗れた。続く2月8日の佐賀記念では先行して3着と、構想した。続く3月25日のマーチステークスでは、後方追走のまま、見せ場なく12着。5月6日のブリリアントステークスでは交渉面で、 後方から二番手まで一気に進出したが、ソリタリーキングの四着に敗れた。シリウスステークスでは十二着、ブラジルカップは六着に敗れた。二千十三年は、平安ステークスに出走し十一着。これを最後に五月二十四日付で、競争馬登録を抹消された。引退後は、千葉県のエバーグリーンホースガーデンで乗馬になる。二千十八年十一月からは、 福島県南相馬市の小畑でつなぎをされている。ありがとうございます。